ゴルフコンドル TV 後期です。本日の動画はキャディバッグの中身を公開ということで動画作りました。どうぞよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もね、どうぞ皆様よかったらよろしくお願いをいたします。最近ねこのジョーダンハマってます。はい、ということで、バッグ中身早速見ていきましょう。この手前の一番小さいところを、ね、ポケットですけども、ここはね実は何も入ってません。はい、形が変わるんでね、何も入れてませんね。はい、で一番大きめのこのポケットですけれども出てきました。まずはグローブですね。はい、出てきました。1枚、そしてもう1枚出てきましたね。はい、そこでねこのグローブ、コストコのグローブなんですけどね、本当にいいグローブなんです。安くて質がいい。はい、次に出てきたのはサングラス、ね、これはもう確実に私はいります。いつもつけております。つけてない方もねぜひ目の保護していただけたらと思います。サングラス。はい、そしてこれも重要です。レーダー、レーザーレーダーですね。計測器、距離計測器、距離計測器でございます。これも7年8年ぐらい使ってますかね。ブッシュネルのもう結構長く使ってますけれども、今でもバリバリ現役で使わさせていただいております。はい、で次のポケットいきましょう。はい、この一番奥ね、小物入れですかね。ここにはですね、はい、出てきました。じゃらじゃらと、T マーク棒フォーク、ね、入れております。私あの普段ですねあまりこの T とか買いません。ロストボールもね出てきましたけども、古い棒ですね。だいたい落ちてるやつを使います。はい、エコでですね、一番これがいいと思いますので、はい、フォークもあります。こんな感じに袋も入れずにもうザクッとバッと入れてるような感じですかね。はい、ここのポケットはこんな感じです。ではですね、続いてのポケットいきたいと思います。はい、ここ横のねとこですけれども、まず一つ目がですね、耳当て、これいるんですよね冬のゴルフはね。多分このキャロウェイのやつ私最近買いましたけど、これも3000円ぐらいでした。はい、そして日焼け止め、ね、これはもう春夏秋冬もういつでもいります。ぜひお肌のケア必ずゴルフされる方はしていただきたいと思います。そしてボールね、だいたい1スリーブぐらいは確実に新品のボール入れてますね。最近は本間の D1 が私お気に入りで使っております。そしてこれなんですよね、あ、領収書ですね、何かの領収書、これはもう捨てていいやつですね。はい、そしてねこれ冬はね、手袋、この手を冷たくならないように手袋、これ私お気に入りのやつなんですけれども、冬は必ず使っております。スタート前なんかねずっとこれつけっぱなしでパター練習もしてますけれども、はい、こここんな感じです。はい、はい、続いてのポケット、サイド、反対側サイドのちっちゃいポケットですね。ここには何を入れてるかと申しますと、はい、鉛ですね、クラブに貼る鉛ですね。私ドライバーにこれ貼ったりとかで調整してます。いろんなクラブに貼って調整して、ヘッドがちょっとボールがおかしいなという時ね、はい、これ向こうにピカチュウ向いてますけれども、このドライバーに貼っている鉛、鉛のね動画も上げてるんで、もしよかったら見てください。はい、続いてマジック、これ皆さんも持ってる方いらっしゃると思います。ボールにね印を書くやつ、ね、最近私書きませんけれども、人と間違えそうな時はわざとね絵を描いたりしてます、これで。はい、でマジックが入っていると、ね、そしてこの大きいねサイドのこのポケットなんですけど、何を入れてるかと申しますとですね、実はですね何も入れてません、ここね。なぜかと言いますとですね、ここのポケットには暑くなった時に脱いだ服とかをねこう入れるようにしてます。はい、だいたいゴルフバッグの中に入っているものはこんな感じですね。ね、ちょっとバッと置いてますけれども、先ほど説明した通りです。はい、バッグはねスポーツタイプのバッグ使ってます。コメント大募集です。よろしくお願いいたします。この動画もしよろしければ皆様、ね、グッドボタン、そしてコメント、そしてチャンネル登録していただければ幸いでございます。これからもこのゴルフコンドル TV 役立つ動画作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。